皆さん、私に1000円ください。一部の人に3万円にして返します。これこそが宝くじ、愚か者手の税、カーボン庁がお届け。で、今のはなんだ？宝くじを一言で表してみました。1枚500円のチケットを2億円分売って、一人にだけ1億を還元。残りの数百万を当選者に小分けにして還元。運営者の利益は8000万ほど。だいぶ堂本が儲けてるな。半分近く持っていくのか。でも1億円当たるかもよ。1億円だよ。いや40万分の1じゃねえか。でも残念。人間はこの位置に惑わされて全体を見なくなる生き物。宝くじに当選するより、交通事故で資産と時間と精神の安泰を失う方がよっぽど楽だよ。交通事故、異常に多いもんな。あと、一時不停止とかスピード違反の罰金も痛いよね。1万円以上取られるよ。おとなしく安全運転してる方がよっぽど儲かる。下手したら通学中の子供だろうが死ぬからね。こういう社会だからこそ、カーボン超波被害を減らすため交通事故を動画ネタにしてるよ。老害恐ろしい。あいつら小学生分断だろうが一網打尽だからね。戦争中でも民間人は撃ち殺さないルールだというのに。何か企画してるんだ。まあ要するに宝くじなんか買ってもお金は増えないってことだよ。ちなみに、パチンコや競馬の類も堂本が一番儲かる仕組みがあるよ。あんまり言うと暗殺されそうだからほどほどにしとくけど、恐ろしい。で、この際言わせてください。宝くじを買うやつ、全員貧乏人。と。決まった、3年でされるわー。ちょっと待った、まだ早い。これ、裏返すとこうなる。お、なんか流れ変わったな。建設的でない批判は争いしか生まないからね。そんなことはツイター言論と桜を見る会への言及だけで十分だよ。何かいらんこと言ったか？そもそも宝くじを当てたい人って習慣的に買うよね。毎月の収入から一定額を出し続ける。これって実はすごいことなんだよ。なんだ今の。さて、20歳から毎月1万円、宝くじを買ってたとする。当たり前だけど1年12ヶ月で12万円だね。ではここで、この金を投資信託に回してみよう。投資信託なら、低リスクで年利 3% は出せるよ。いろいろと細かい話は省くけど、12万が 3% 増えるから預けるだけで3600円増えるね。1年預けてそれだけかよ。じゃあ月10万ずつ運用したら、利益額も10倍になるね。おお、一気に3万に増えた。そしてこの3万6000円は引き出さずにそのまま再投資。次の1年も月10万を続ければ、2年目は、徹夜明けの頭だから合ってるかわからん。間違ってたらコメント欄で教えて。あと税金のことも何も考えてないんだけどさ。わからねえのかよ。まあまあ、とりあえず私の計算では2年目で10万円増えてるんだよね。本当かそれ？さあ、何がしてんだよねえ。まあ、間違ってたらコメント欄で教えてください。まあこれは国の概念の説明だと思ってくれ。間違ってても許して概念だから。で今のを金融庁のシミュレーターに入れてみたらこう、毎月10万円ずつ積み立てて年利 3% で運用できれば、10年後には約1400万になってる計算です。ここから税金がっぽりなんでしょうけどね。もちろんお金を国に奪われる方の。それ言わなくてよくね。まあ、税金は金持ちの敵ですね。ドバイ行くわ、本気で言ってんの？与沢翼さんが私のロールモデルです。あの人お前の歳じゃ早稲田大学だがお前は？はいまあ、人間って感情で動く生き物ですからね。宝くじは当たったところで使い切って終わって元の暮らしに後戻りだけど、投資は登り続けられる道ってことだよ。というわけで、カーボン超史上初のゆっくり解説動画でした。学校で学ばないマネーリテラシー。知らなきゃ一生お金持ちになれないよ。そういう意味じゃ私の裏勘購入も究極の愚行ですがね。まあ一度きりの人生のセンターピンだから私は買うよ。で、皆さん、この手の動画は歓迎する？いらない？実験として投稿したから、右上のアイマークからアンケートに協力してくれると嬉しいよ。あと、コメントもよろしく、間違った解説したかもしれないから、視聴者さんの H で補ってってください。じゃあ、今回はここまで。次のカーボン超でお会いしましょう。